チキラドメテ14です。今回はこちら大型アップデート第2弾というわけでね、早速やっていきたいと思います。今回のテーマは QOL というわけで、クオリティオブライフというわけで、まあ主に生活環境という感じなんですけど、まあ地味な変化とかね、毎回ね入ってますよね。バランス調整とは違くて、なんだろうな、新しい機能が追加されましたとか、ここがこう便利になりますとか、そういうところですね。例えばすごく有名で大きく変わったのといえば、フレンドリーチャレンジとかが編成を一瞬で変えれるようになりましたとかありましたよね。ああいうのがねクオリティオブライフに入るんですけど、まあそういった地味な、まあ主にねグラクラのプレイとしての大きな変更点ではなく、なんかプレイ外でのちょっとした、便利になるところっていうところが今日のねテーマになっていきます。はい、早速見ていきましょう。チーフタウンホール14スニークピークの次のプレビューへようこそ。前回のスニークピークでは2021年の春のアップデートの主役となるタウンホール14に焦点を当てていきました。この数日さらにエキサイティングな機能を発表します。今日は低から中のタウンホールのプレイヤーのためにゲームの変更、生活の質の向上及びコスト削減の膨大なリストについて発表していきます。帽子またはハンマーを掴んで、それでは行きましょう。というわけでね、タウンホール低い方にとってはすごく大きなアップデートが今回かなり登場されます。はい、こちら目玉ですね。スターターチャレンジ、スターターチャレンジはタウンホール2から6のプレイヤーにすごく効果があります。シルバーパスだったりゴールドパスと同様のような様々なチャレンジを通して進行をスピードアップするための新しい方法です。ゴールドパスってね、確かタウンホール6ぐらいから変えることになってるんですけど、6以下の方がね今何もできない状況じゃないですか。それに対してスターターチャレンジというものがゴールドパスの代わりに無料でね、なんかいろいろできるようですと。まあ、その辺はね、今動画一緒に出てると思うので、その辺見て、ああ、こういうものなのかと。タウンホール2から6の方も、ゴールドパスのように、なんかクエストをこなすと、クエストをこなすと、その分の、ポイントがもらえて、それで報酬をもらえるという。まあ、いわゆるゴールドパスのタウンホール2から6バージョンだと思ってもらって大丈夫です。まあ、今ね、僕のチャンネルなんかを見てる方にからすると、あんまり関係ないものかなと思うんですけど、新規の方からするとすごくいい、あれですね。続いて、リクルートツール。新人ですね。プレイヤーが新しいメンバーの検索機能を使用するときのユーザーエクスペリエンスを向上させるためにいくつかの変更を加えました。新しいメンバーを探す機能で提案されることなくプレイヤーが招待を受け取ることができるようになりました。個人の設定で招待を受け取りおすすめを許可する、招待を受け取る、招待を受け取らないと3種類選ぶことができます。設定ですね。まあこの辺ね文字もたくさん出てるのでおのおの見ていただくと、まあ基本的には今の機能とかあんまり変わらないんですけど、まあすごくね機能として動画見れてると思うんですけど、こんな感じになります。はい、続いてコスト削減。このアップデートではプレイヤーが村をさらに早くアップグレードできるようにすることによって、はい。で、トレーニング時間が、大体短くなると、アイスゴーレムが60秒、1分ですね。結構早くなりますね。ネクロもかなり短くなるし、スーパーネクロも400秒も短くなるということで、まあ、かなり早く作ることができるようになりますね。はい。で、壁のコストの削減、これ大きいですね。まあね、レベルが、最高レベルの壁が新しく登場するというところで、まあ、若干の、まあ、若干つっても壁一枚一枚が高いんでね。うん、これは地味に大きい変更になると思います。低タウンホール及び中タウンホールレベルのでコスト削減。まあ、上が出たことによって下も、おのずとね、どんどん下がっていって、より上に上げやすくなるの。そういう感じになりますね。タウンホール2のアップグレード時間 60% 削減というね、今までこの辺のアップデート、なんかね、アップグレード時間とかいじることがなかったのが、もう明確になんか新規の方に向けての調整っていうのがいくつか出てきてるので、まあ、クラクラもね、新規で何か呼び込みたいのかなっていう狙いが見えますね。ババキンから、ババキンとクイーンも1から50レベルのアップグレードコストが大幅に削減。大幅なんでね、だいぶ変わるんじゃないかなと思います。さあ続けて、新規プレイヤーのコスト及びタイマーの削減。タウンホール1から8のほとんどのレベルで削減される。バーバリアも短くなる。アーチャーも、コストが安くなると。ジャイアントも安くなったり。まあね、序盤のプレイヤーからすると、すごく安いので、まあ、マルチを回すだけ得みたいなね、状況ができるようになるでしょうという感じ。エリクサポンプ金山の収容数も倍増、3時間経過しても OK と。いいっすね。で、新たな達成項目ですね。クエスト出るじゃないですか。プロフィール出ると、エメラルドとかもらえるあれがね、新しくどんどん増えてくると、まあ、いろいろ出てます。続けてゲームプレイ、ヒーローや建物のブーストは、アップグレードが開始された時にはキャンセルされなくなり、バックグラウンドで実行し続けます、というものなんですけど、これちょっとよくわかんなかったんですけど、あれなんですね。例えば、ヒーローポーションを使った状態で、クイーンをね、例えば、50レベルのクイーンをね、51レベルに上げようとして着工しちゃうと、そこって切れちゃうんで、切れちゃうんですよ。その辺のブーストとか、
訓練コスト、訓練ブーストもそうなんですけど、一回切れますよって言われるんですけど、終わった後にもね、工事が終わった後に引き継ぎで、ポチッとね、押してやると、そこで直すと、51レベルになったはずのクイーンがヒーローブーストが継続されて56レベルで使えるようになると。まあ、そういう感じだと思ってください。まあね、その他、もろもろ、表が出てますので、こちら見ていただけると、ゴブリンマップが追加されたり、新しいウギラで開始された際、通常の配置からいくつかの障害物を端に遠ざけてもらう。これがね、どういうことなんでしょうねって感じなので、まあ、来てみてって感じですね。はい、続けて UI 変更、達成項目を、系統、まあ、わかりやすく並び替えられたと。で、通常のダメージとポイズンの呪文の最大ダメージを区別するための新しいアイコンの追加。まあ、タウンホールがポイズンになるので、まあ、その辺ちょっと見やすくするために何か変わるのかなって感じですね。で、ラボの研究画面はラボアップデート中でも見れるようになりますということなんですけど、今までラボ着工するとラボの、リサーチ画面見れなかったじゃないですか。何残ってるんだっけとかをラボを押して確認することができなかったんですけど、工事中でもラボを押して何が残ってるのか、何がいくらなのかっていうのを確認できるようになります。すべてのユニット呪文が展開されている際に対戦画面のバッジが燃えるようになります。これは来てみてから見ましょう。かっこいいのかな？バッジが燃えるんだって。続けて 3D アセット、ババキンのデフォルトのスキンがなんか若干よくわかんないけど変わるんだって。いいね。はい、続けてシーズンチャレンジの変更というわけなんですけど、エメラルドが最大5から1まで減少しますというわけで、まあ、資源をエメラルドに換算するときに若干減ると、シーズンが終了するとシーズンがラララララララって感じです。プレイヤーが換算されていて、まあ、この辺はね、まあ、本当に細かな調整で、まあ、わざわざ読む必要もないかなっていうところなので、気になる方はね、ここで一旦止めて文字読んでみてください。うん。まあ、直接的にすっげーこれ大きく変わるみたいなことはないですね。めっちゃ便利やみたいなことはあんまりないかなと。はい。で、iOS の変更、iPad Pro モデルのデフォルトの 120fps フレームレートは、今 60fps に変わっているので120に切り替えるとっていうところが任意でね切り替えることができるんで、僕なんかはね、iPad Pro をね世界大会に出た際にいただいておりますので、まあ、それでちょっと切り替えて何が変わるのかなっていうところをね、120と60でどんぐらい変わるのかちょっと見てみたいですね。ぬるぬるになるかな。というわけでね、今回はここで終了ですね。まあ主に、まあやっぱタウンホール2から6の人にとってはめちゃめちゃ大きなところというわけで、新規の方向けのアップデート情報にはなるかな、今日の感じでは。まあ特にね、タウンホール14で大きく、影響がありそうなアップデートは特に今回ではなかったので、まあタウンホール14になるよって方は、また明日以降のね、アップスニークピーをね、楽しみにしていただけるとと思います。で、タウンホール2から6がすごくやりやすくなるというところでね、皆さんも、近くにね、クラクラを始めたいなんて方がいたらね、ぜひ、今ならクラクラを始めるとすごく簡単に強くなれるよみたいなね、誘い文句が非常に通用しやすくなりますので、新規のお友達をね、増やすチャンスなので、ぜひ皆さんもよろしくお願いします。クラクラ盛り上げていきましょう。というわけで今回はこんな感じで終わりだと思います。また明日よろしくお願いします。さよなら。